綱引き社会的手抜きは、集団で共同作業を行うときに一人当たりの課題遂行量が人数の増加に伴って低下する現象。リンゲルマン効果、フリーライダー現象、社会的怠惰とも呼ばれる。社会的手抜きが発生する要因には、以下のような環境要因や心理的要因から発生する動機づけの低下が考えられる。社会的手抜きは、 肉体的なパフォーマンスに限らず、ブレインストーミングのような集団での認知的パフォーマンスでも現れる。社会的手抜きの理論では、集団のサイズが増大するほど一人当たりのパフォーマンスが低下し、集団全体の,の生産性が頭打ちになると考えられている。その理論の一つに、ラタネが提唱した社会インパクト理論がある。ラタネによれば、 監督者や視聴者など供与者からの影響の強度と、供与者との時間、空間的距離と、供与者の数の3要素を掛け合わせ、その数値が大きいほど需要者の受ける影響の強さが強くなるとしている。また、需要者が多くなれば需要者間で影響力が拡散し、一人あたりの影響量は小さくなるという。日本や中華文化圏などの東洋文化圏は、集団主義的社会、 欧米文化圏は個人主義的社会と言われ、社会的手抜きがそうした文化や国民性に影響されるのか、様々な研究が行われた。文化差のようなものを検出できたものの、学問的に一貫性のある結果は出ていない。年齢差、男女差の研究では、集団内での性的役割などの固定観念が内的要因として動機づけやパフォーマンスに影響を与えている。 可能性が考えられている。ある実験では、男女が同じ集団を構成した場合、男性側のパフォーマンスが低下する傾向が観測されている。20世紀初頭のフランスの農学者、マクシミリ・アンリン・ゲルマンは綱引き、荷車を引く、石臼を回すなどの集団作業時の一人当たりのパフォーマンスを数値化した。実験の結果、一人の時の力の量をセントとした。 場合、二人の場合は93%、三人では85%、四人では77%、五人では70%、六人では63%、七人では56%、八人では49%と一人、あたりの力の量は低下した。リンゲルマンは、集団が大きくなるほど集団全体のアウトプットと、個人のアウトプットの合計の差は拡大する。 リンゲルマン効果という現象を明らかにした。目隠しとヘッドホンをつけ、互いの行動がわからない状態にした二人一組のチアリーダーをついた手を挟んで座らせ、単独での条件とペアでの条件で大声を出してもらい騒音系で音量を計測する実験をしたところ、ペア条件での音量は単独条件の94%の音量しか出ず、手抜きをしていた。しかし、 実験後の被験者たちはどちらの条件でも全力を尽くしたと思っていたという、ありがとうございます。